はい、半負けの本家の半負けの戦争です、パート4ですね。それで私がね、君が岩の、岩尾となり手の日本で歌われている歌の岩尾であるということですと、父も同じ名前、爺さんも同じ名前で本物の貴族であるということね。で、学問は世界中のノーベル賞だろうとね、私の方は断然学問を上持ってましてね。で、人間は聞かないだけで、ね、人間たちのね、もう体は違うんで、王とか女王ありとか違うでしょうね。人間の場合、天皇とかイギリス、エリザベス女王というのは、普通のただの人間ですね。選ばれた大統領昔ね。ということで、まあ、私は昔、王であったんだけど、独立しちゃってるんでね。前の説、記録を聞いてください。でね、別に勝手に違法じゃないわけですけども、こっちに対しての攻撃とか問題は、に対しては対処するわけですね。で、単独では簡単にやっつけられるんで、自分の知能で人間の、だから人間全員に対してかけるんですね。ね。人間一人だと弱い者いじめになるでしょ。それはダメですから、苦悩生物ですからね。ね。で、人間全員にかけるわけです。でその力をよく知らないといけないんですね。人間人全員でも殺せるんですね、私の力で。簡単なんですよ。で、ね、例えば日本の大義勇にいても私がいると、力関係が強いんで、範囲が広いんで、会社潰れるんですよ。日本の国にいてもそうですよ。国でね、例えば仕事したりしたらね、日本の国潰されます。そんな大差がアメリカでもそうです。ロシアでも例えば国に雇われてなんか一緒にやってても、力関係が国に弱いですから、上のせいですからね。私の範囲っては宇宙全体ですから、ね、地球とか地球の中の一角の湾のね、代表じゃないんですね。で、SF 映画でいうね、一回の石棺というのを地球と太陽を生まれる前に発明しまして作ってまして、宇宙戦争で両方とも破壊されて命が取られて、現在にまた地球と太陽を育てて生まれ変わってきてるわけですね。その心境状況なんですね。で、人間との差は人間が話したって無能なんですね。だから人間の知能にこっちに対等に話しててもね、1億人の頭つけてテレパシー脳波でね話させて、同じような一人でも僕は1億人以上の頭能力持ってるんで、上の生物でね。でそれで対等に話できるわけですけど、バックでそれが動かなければダメなんで、仕事になってたわけですね。しょっちゅう話すことはできないんです、人間とはね。人間が代表で知能上がってバックとのつながりを持ってて私と話せるかということですね。同じ知能同士でね、単独で話せたら物で意味ないなんですね。もう薬剤さんというかもう猛獣みたいなもんなんですよ、私から見るとね。だからそれをぜひ注意していただきたいということと、しかとしますけども、私の存在はね、昔から言いまして人間たちよりか古いんです。で貴族でしょ、また貴族でも半負けの本家ですよ。古いんです。あと日本よりが古いんでね、注意してくださいね。で、だから日本の貴族じゃない、世界の貴族、地球の貴族なんですね。それも持ってるわけです。で、まず体が違うわけですね。王とか女王とか違うんで、女と男も違うでしょ。で、違う。天皇とかイギリス、エリザベスは人間が選んだもの、作ったものを代表になった総理大臣の大統領みたいなものです、昔のね。であるから、ね、ただの人間ですよということですね。私と違いますよということね。そういうことですね。で、まあ、意味が分かんないよとか、男の話してるのが意味が分かんないよとかいうのは、とにかく、
だ存在を存在を人間たちが昔から隠して自分たちが作った存在の代表にしてしまうわけですね。だから、まあ、関係ないは関係ないですね。人間の中で生きてませんから。で、人間が作る発明から全部ね、医学からね、宇宙技術から全部私一人で作ってないといけないわけですよ。で、人間が作ったのはバグになるんで、自分で作り直さないといけないんですね、全部。または、自分だけで、ね。結局ね、人間のは真似するわけじゃないんですね。あるものを使わないと、ね、危ないというわけですね。さらに人間が進んだものを作ると危ないことをするんで、野蛮なんで人間はね。人間は単なる強肉食生物なんですね。法律も守らないし、契約も守らないんです。力がないからね。人間同士でも同じなんです。だから一応ね、目安としては大事で、契約書というのは大事なんですけどね、後半で契約、最初に契約結んで仕事しやっても後半で力負けしたら契約なんて無視されますね。で、殺人も関係ないですから、実際力関係だけでね、よしわしなんて全然関係ないです。人間の場合は力関係だけですね。たくさん殺人してても力あれは生きてられますし、人間の場合はね、そういうことになってますね。で、マスコミにも出てきませんね。で、で、あと、まあ、一番注意しないといけないのは、人間だけじゃなくて宇宙生物で生きてますから、ね、宇宙生物で生きてますから、人間よりか知能が高くて頭いい生物がたくさんいるわけですね。で、あんまり人間生物が悪いと、